大建設を実現しています。
これがね空手なんです。そうです、あのやっぱ意味があるんですね。はい、例えば空手で今三鎮立ちで勝負始めって試合する人いないんですよ。いないですね。前屈立ちで最後勝負始めってこうやって戦う人いないんですね。はい、でも各立ち方でこういう秘密があるんです。はい、まず安定感を増す。動きが速くなる。はい、まあ、これ反応が速くなるとです、ね。あと技が強い。全部ね立ち方の中に入る。でこれを私は首手に応用しただけなんです。なるほど、ちょっとこれで OK です。うん、だからギューッと押す必要がない。これ私は意識づけてみます。意識づけ、はい、はい、スッてこうやって意識づけを、だから感触があればいいです。はい、これでも OK です。でしばらくすると、はい、だんだん溶けてきちゃうんで、はい、またやめかかって続けて始めるっていう時にするこれでも OK なんです。これが一つです。魔法みたいな。じゃあ次で、ね、簡単なこと、はい、釣りって言いましたよね。釣り、はい、これね、ちょっと普通にこうやって立ってください。はい、で、じゃあこれだとね、さすがに人差し指じゃ動かないだろうな。押すから動かないんです、ね。はい、ね、あ、動いちゃった動いちゃったね。動きますね。これ、ということは、はい、前からだと小指1本でこうやって後ろに倒れちゃった。あ、そうですね。これをね、はい、じゃあイメージです。イメージ、頭のてっぺんから紐が出てると思って、はい、それで相手に持たれてね、釣られるイメージで背がぼくーっと伸びる感じ、それになってます。はい、そうです。はい。これ全体じゃなくて動かないでしょ。本当ですね。で、今度は、はい。ほら、全然動かない。ということは、はい、じゃあさっきのこれがなかったとしても、はい、勝負始め、スッてみんなどっしり構えちゃうんです。あ、構えます。どっしり落ちちゃうんですよ。はい。落ちてもいいんだけど、下に向かっていく意識プラス、上にこう釣られるイメージを持つだけで、はいはい、もうフットワークがね全然違ってます。あとは技の強さが全然速さも違ってます。ちょっとやってみましょう。はい、じゃあね、勝負始めって言ったらね、はい、イメージで釣られるイメージ、釣られるイメージですね。はい、勝負始め、はい、ちょっとさっきより高いですよね。はい、はい、ほらもういかない。はい、お、全然こうでしょ。えっって言っても離れないでしょ。姿勢が良くなるんですか。あの結局中心が取れるって、はい、ああ、はい、釣られるイメージで立つと、はい、もうこれだけで中心が取れるんです。ああ、なるほどですね。だからもっと細かく言えばチェックポイントたくさんあるんだけど、はいはい、手っ取り早く強くするには、なるほどですね、これでいいです。確かにイメージしやすいです、はい、もう一つ、はい、これが一番大事だと思います。ただちょっと難しいです。難しい、浮き、浮きに、これ浮きにというのは、あ、これあの友蔵でもやっちゃう。あ、全然大丈夫です。はい、まあね、あの、まあ、友蔵の方見ないけど、こっちの方見ないけど、そこはもう二度と見なくて今日キャンセルしたんですよ。そうですね、今日どんだけ話しちゃったら、ね、そう、うん、だからもうね、友蔵のチャンネルは登録を外してます。で、これ浮き身なんですけど、はい、重心をどこに落とすかなんですか。立つ時ですか。はい、構えとかじゃなくて、それが普通です。例えば、はい、上、あの、母子球、はいはい、かかと、あ、そういうことです、ね、足全体の中心、はいはい、どこに置きますか。自分はもう本当空手をやってるのもあるんで、ちょっと母子球寄りの土踏まずのあたりですかね。土踏まずの母子球、ね、ちょっとね、はいはい、悪くはないです。あ、はい、ただ正確には、はい、上足底の中心です。上足底の中心、はい、だから母子球って親指側でしょ、はいはい、上足底の中心です、はい、上足底ってここから先ですよね、はい、はい、でこの中心ここです。そこ、中指と人差し指の間から5センチぐらい奥に入るんです。はいはいはい、ここに重心を置くんです。へえ。で、次に、はいはい、かかとをちょっと浮かせたら、そのままスーッと下ろしてください。で、かかとは、はい、かかとを下ろしてください、はい、で、マットについてもいいです、はい、ただし、体重は乗せないといけないです、はい、なんか透かした状態。はいはい、わかりました。はい、まだこれじゃダメです。ダメ、これで押さえるとも終わります。はい、この状態で、次に骨盤で、はい、両足を吊り上げるイメージです。骨盤で吊り上げる、はい、ああ、はいはい、ああ、いい、そういう感じ、そういう感じ、はい、一発でしょ。はい、ほら、もうほら、吊られるイメージとかじゃない、これ相当強いですね。あ、これ結構ついちゃう、大丈夫ですか。お腹もちょっと締める。お腹締める、はい、はい、で骨盤で吊られるイメージですね、はい、ほら、ほら、ああ、本当ですね。へえ。じゃあ、このイメージで組み手の構えをしてください。だから落ちたところから、はい、どっしり、これね、例えば、四股立ちがベストじゃなくてもいいんです。はい、例えば、
こういう構えで、ヨーロッパの選手って逆、こういう構えの選手が多いんです。逆にこう構えてるのは、中央アジアとか、あとは中南米の選手ですね、はい、身体能力に欠けてる選手は、四股立ち気味で構えます、はい、で、ヨーロッパの選手は、逆にね、こう、半身で構えますね、こういう感じで、まあ、そういう選手が多いです、はい、だから、これどっちでもいいです、はい、とにかく、浮き身がかかってればいいんです、はい、私的に、はい、で、一回どっしり構えたところから、はい、浮き身かかってます、あ、いいです、いいです、ちょっと分かりましたね、ちょっと浮きましたよね、でもね、身長自体は変えなくていいんですよ。腰で足を吊り上げるイメージが大事なんです。はい。もうほら、全然動かない。ああ。ほら、これ、ね、力んでないでしょ。力まなくてもこうやって動かないんですよ。で、これが構えの、私が言う、私的にはこれ、基礎と言います。基礎、はい。はいはい。組手の基礎があって、はい、例えば空手の基本、基礎基本がありますけど、組手にも細分化すると、基礎基本があります。いきなりこうやってフットワークやってね、ついたり蹴ったりした、はい、それはその人の才能でやってるだけで、なるほどですね。だから才能を超えるには、はい、基礎から始まって基本をしっかりとこなして、はい、で組手と基本ですね、はいはい、でそこから、まあ、自由なね、その組手に持ってった方がやはりより高いところに行けますね。で例えば、ね、はい、例えばじゃあね、私がね、はい、ここつくから、はい、さっとバックステップして、はい、普段通り、普段通り、普段通り、はい、いきますよ、はい、じゃあいいですか、はい、はい、こういう感じですね、もう一回いきます、はい、はい、なんかちょっと本気でやったら当たっちゃいそうです、はい、じゃあ次は、はい、浮き身をかけて、浮き身を、はい、同じことをして、で同じことをして、はい、はい、いきますよ、これ全然違うんですもう一回、もう一回いきましょう、はい、嘘だと思ってました、はい、はい、上品です。はい、行きます。ほら、もう全然届かないです。これで、はい、反応が速くなっているということは、はい、私が行くぞと思った時につけば、そうですね、カウンターで線の線取れるんです、はい。だから、この浮き目をかけたのが、普段通りに動けるから。ああ。これが大事なんですね。じゃあ、そこは意識した状態で、しばらくはフットワークだけでも練習するとか、そういう感じで。はい、だから、今日で3つのことやりました。はい、で、一番簡単なのはこれ触るだけです、ね、ただしこれだとね、はい、だんだん薄れてくるんです、一瞬程度、はいはいはい、だからまあ時々こうやらないとダメなんですよ、はい、で、釣られるイメージはイメージだから、はい、3分間の試合全部それでイメージ持ってますよね、そうですね、ただ強さで言ったらやっぱりこれをかけて動くのがやっぱ一番です、3つ目が一番難しいけどそれができると一番ベストということですね、はい、で、胸タレは見たことありますよね、うわ、カオとか、はい、ね、はい、ムエタイの選手はこういう構えです、ああ、やってますね、これ確かに向いてますね、向き目なんです、はい、で日本人ってこうやってほしいからですね、こうやって構えてパッパッパッとこういうふうに行くんです、はいはい、ムエタイの選手って必ずこうやるでしょ、確かに向いてます、で、これ何が違うかというと、はい、普通に構えてます、痛いですか、痛いですか、痛い、多分、はい、視聴者は痛いことを望んでいると思うのチャンネルでお願いします、とりあえず痛いは後でやるから、後でやるんですね、はい、じゃあまず普通にはい、キックボクシングだと、はいはいはい、そこで例えば、はい、やっぱこれも突き飛ばしたり引っ張ったり投げたりするから、あとちょっと耐えるような感じ、耐えてますね、はい、ほらこれダメだダメだ、今のでやられちゃったらもうじゃあ今度はこういうふうに浮き身かけてます、浮き身かけてます、はいはい、はいはい、でちょっと猫足にいいんですね、はい、はい、いかないでしょ、こうやって来ないでしょ、本当ですね、だから怖いですけど、これ私バンコクにムエタイを教わりに行った時に向こうのタイ人のトレーナーが、はい、日本人は基礎ができてないと言われたんです、はい、何が基礎ができてない、首相撲になった時みんな腰を引いちゃうの、あ、引くから余計こうやってやられちゃうの、そうですね、膝張りやすいですね、腰をね相手に押し付けるんですよ、あ、でその時にただ押し付けるだけじゃなくて浮き身かけるんです、ここで突っかけるんですねだからブアコードはでも、あれ40いくつだったんですね、まだ現役でトップクラスだったでしょ、アンボルキアと同点ですからね、まあ、ちょっとね、まあ、あれ別格としても、はい、ムエタイやった人はね、年取ってもね、もうこの構えされたら相当な腕ですよ、あ、確かにムエタイ選手どの格闘技でも強いイメージですね、はい、だから私もね、まあプロボクサーから実はキックだなって、まあ、バンコクに行ってムエタイもちょっとだけ習ったんだけど当時はやっぱりこうやって動きやすい、まあ、ボクシングの延長でやってたんです、はいはい、
タイ人にかなわないの。回し蹴りにしても、はい、13、4歳の日本人よりも育ちが、ね、やっぱ遅いから、はい、日本でいうと小学校5、6年生なんですよ、はいはい、私よりすごい蹴りを出してるんですよ、サンドバッグが、ね、本当にこうやってくぼじまる、なかなか漫画の世界でしかないような感じですけど、そうなんですよ、はい、なんでだろうなと思った時にこの浮き身がかかったところから蹴るときに彼らはあばらで蹴ってるんです。あばらで蹴る、はい、あばらをクッとここの、これがこの、これも浮き身なんですよ、で蹴るときに重心ってどっちの足を持ってるんですか。僕は蹴らない方の足に置いてその重心を蹴り込むように持っていくべきです、うん、だから日本語なんです、これで最初から最後まで、はい、ムービングレグって私言うんですけど、動いてる足を全部乗せちゃうんです、重心蹴る方で、そうです、だからこうやって蹴るときに こっちに重心を乗せちゃうんです、もう最初から、そうです、でそのためのこの浮き身が必要なんですよ、ああここで釣り上げて、そう、このままで当たった瞬間にこのアバロクと締めるんです、もうそれだけで蹴りの威力が全然違ってきます、でね、どん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 こう広がるんです、同じ浮き身という言葉からいろんなことに応用できるんですよ、そうです、ね、ただね、それも全部やっちゃうと多分あの1週間後になってまあ明日じゃなくて1週間後、だから今日は構えないよ、はい、まあ、このぐらいであと、はい、あとあれやっちゃう、はい、うん、あ、もしよければお願いします、はい、あの皆さん空手で肩の選手と首手の選手って言うんです、どうやって拳で握ってますかということなんです、はい、これものすごい大事なんです、ただ一般的に教科書に書かれている握り方ではまず力が入らない、うん、あとはフルコンタクト系の人とボディの打ち合いをするとすぐ分かるんですけど1分以内に骨折します、ですからフルコンタクト系の空手の人はなんだこんなの常識だよって思うかもしれないです、あでボクサーはもうこんな握りしません、しないんですね、これやったら4なの持ちません、これをね、じゃあ今度ちょっと場所変わりましょう、はい、じゃあ、はい、ここから本気モードに行きます。本気モード。また私がボディに行きます。痛いですか？止めます。あ、はい。止めます。で、はい、最初は一般的に教科書に書かれているこの握りでついていきますね。はい。はい、じゃあここからつきましょう。はい、ここだと受けやすいので。あ、そうですね。こうやって手を抜ける。あ、よけるってことですね。はい、ちょっと手をね。あ、そうそう。それで、はい、遠慮してバチンと飛び落とした。わかりました。はい、じゃあ行きますよ。こうなったんですね。はい、いくよ。はい、ですね、そういう感じですね、はい、はい、もうだん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 反応が速くなってきますよね、慣れてこれスピードとタイミングに慣れちゃってるんです、はい、じゃあ、ある握りをします、はい見せます、いや、そうだよ、負けると思ってるので、わかりました、勝ちます、勝つぞ、絶対落とします、ちょっと、はい、ちょっと見せますね、はい、いきますよあ、これはちょっと今のタイミングがね、はい、ちょっと怖がっちゃったね、はい、はい、はい、いきますダーッもう一回いきます、止まってますか、止まってます、はい、はい、ダッ簡単に入るんですねこれ握り一つ、あとは全部同じにします、全然反応できないです、ね、はい、じゃあね、ちょっと一回お休みいただいて、はい、腹車くんにこれを、ね、伝授します、あで私に対してボディをつけるかどうかちょっとやってみましょう、はい、はい、では彼に握り方を伝授しました、習いました、はい、1手10万円であの。もう10万円先いただいてます、はい、私が今度は受けますね、はい、で彼についてもらいます、はい、じゃあ今までの握り方でどうぞ、普通です、はい、で本当にパーって打っちゃってね、もうちょっと確認します、でそうですね、このぐらいから、はい、どうぞ、はい、ちょっと痛いですごめん、大丈夫、ちょっとなんか強いです、すがれちゃう、はい、ちょっと優しく耐えます、いや大丈夫です、いきます、もっともっとしっかり当てて、はい、当てて、はい、だんだん私が受けやすくなってきましたよね、はい、ちょっとごめんね、大丈夫です、本能的に痛めるようなことがあれですね、痛い部分でガツッと当たりますね、いや、これ、ね、あ、本当ですね、やばいことね、あの痛い受け方、あの受け方ってあるんだけど、はい、それやってない、あ、本当ですか、はい、じゃあ伝授したら突きますね、はい、で、私は本気で受けます、はい、そうですね、はい、これ一瞬でできるんだけどね、ちょっとまだ視聴者の皆さんには、はい、じゃあいきます、はい、お、やばっ、あ、大丈夫です、いや、今のです、今の、はい、あれやられる、もう一回ありますね、俺やられたの初めてなんです、あ、本当ですか、
本当受けられない、うん、すごいですね。で、はい、これね、相手が反応できないだけじゃなくって、はい、威力、はい、スピード、これも増すんです。で、さすがに増してこう当てちゃうわけいかないから、はい、ちょっとあることでやりますね、はい、じゃあね、正解的なわけです。はいはい、で、ゆっくり、私がこうやって抑えるから、はい、つけないように抑えるから、ゆっくりついてください。まず普通です。はい、普通です。はい、どうぞ。はい。これ、全然、何の力もない。ほら、力入るんでしょ。はい、ないですね。じゃあ、はい。じゃあ、私が伝授したら、2人倒してください。はい。はい、じゃあ、同じようにしてください。はい。あ、ここね、ひねっちゃった。あ、ひねっちゃった。ひねっちゃった。そのまま、そのままスルッと沈んでました。はい、どうぞ。はい。お、そういいよいいよいいよ、それでいいよ、そうそう、そこから来ちゃうんで、あで、これね、ちょっとこれだと、はい、なんか私がわざと負けてるように思っちゃうんで、はい、もう一回元の方に戻す、はい、はい、で、こういうふうにです、はい、で、ゆっくりね、はい、じゃあね、2本指ぐらいで押せるんですかね、はい、はい、どうぞ。もう2本指で来ないんですね。はい、もう全然、多分1本指でも押さえられちゃう。いや、本当に自分やってますから。じゃあ次、ある指かかして、はい、はい、どうぞ。はい、で、正解を決めて、はい、どうぞ。もう来そうだ。全然いきますね。来るでしょ、最後についてきて、はい、うん、あ、これでもうやめちゃう。全然いきます、ね、この握りだと力が入るんです、はい、で、力まなくても自然にギュッて力が入るので、はい、初速が入るんです。ですね、確かに本当、拳の固まり方がちょっと違います、ね、違うんです、はい、はい、だから、すごい、まあ、これが空手本来の握りです。ただね、これね、はい、皆さんに誤解してほしくないんです、はい、これが間違いかっていうと、はい、そうじゃないんです。この握り方が間違いなんじゃなくて、この握り方をしたらこの握り方の付き方がある。ああ、なるほどですね。私はね、いろんな方に沖縄に行っても習ったり、まあ、いろんな人に習って、あと私自身がプロボクサー、まあ、キックボクシングを少しかじってたんで、結構こう殴り合うとかあんまりいい言い方じゃないね、はい、当て合うんですよ。当て合うそうすると効きが全然違うんですよ、はい、ただ残念なことに、はい、前屈連携の人は組手ってほら威力あんまり関係ないじゃないですか。スピードですね、タイミングとかですね。これを教えると、はい、逆にフルコン系の人と、はい、まあ、ムエタイ、ね、ボクシングの人で一番喜ぶのは総合格闘技の人。ああ、そうですね。総合格闘技ってボクシングムエタイよりも距離が遠いんですよ。はい、だから伝統空手がシフトしやすいんですよ。ああ、はいはいはい、まあ、基本的に同じ距離、はい、で一発当たれば大体効いちゃいますから、グローブが薄いんで。そうですね。でそうするとこれで反応できないってことは命中率がすごい上がるんです。確かにそうですね。であとは当たった時の威力が違うでしょ。はいはいはい。だから、まあ、実際にこうね当て合ってる人がすごい喜んでくれる。ただ肩選手、はい、これやると技のスピードです。これ突きだけじゃないです。受けもそうなんです。同じ握り方だけ違うんですね。例えばね、はい、ちょっと君は道流だから、はい、ちょっとこれだとね、あんまりこの普通の中段の受け、チェキです。うん、じゃあ、右と左だけです。はい、はい、どうぞ。はい、1。はい、じゃあちょっと、あ、いいです。はい、これで、ね、ちょっと押しますね。はい、あ、ちゃんと力入れて。入れます。はい、ちゃんと力入れて。入れてるんですけどね。はい、じゃあ、はい、レールに。両手ともですか。両手ともですね。はい、はい、どうぞ。はい、うん、そんなにピッて一瞬でやってほしいんだけど。はい、じゃあいきますよ。はい、これね、親指もうちょっと前に倒れた。そうです、はい、はい、ほら、ほら、ほら、これ、さっきも強いかもしれない。強いですね。はい、はい、なんでなんですか。だから握り一つで、全ての技が強く速く、はい、そして相手が、ちょっと私自身も初めて受けてみた。びっくりした、本当に受けられない。いや、すごいですよ、ね、まあ、ですね、はい、だから、例えば肩でも組み手でも、はい、もう世界を取りたいんだっていう人は、はい、できればね、もう小学生のうちからこのレベルでやってほしいんです。そうですね、はい、気合で勝つ、まあ、気合が一番大事なんですよ。そうただし、最初から気合で勝負した、はい、気合というのはもうね、土壇場で、もう、そうですね、勝負がなかなかつかなくて、もう自分も疲れて、相手も疲れて、最後の最後に1ポイント取れば勝ちだっていう時はね、そうですね、これはもう気合、はい、気力勝負、はい、だからまあ最初はやっぱり技で戦ってほしいですね、はい、でこの握り方っていうのは、はい、まだ言ってないわけなんですけど、うん、教えてやろう。あー、はい、なんか苦情くるか。あ、苦情がですね、ふざけたまたこの程度の技でって絶対ね、はいはい、
ちょっと炎上する可能性があります。そうですね。どっかで、はい、後悔しました。そうですね。そしたらまたぜひちょっと初めてのあれなんですけど、はい、一回セミナー一緒にやらせていただいたんですけど、はいはい、また一緒にやっていただける人とかに公開とかでどうですかね、はいはい、いいですか。いいですよ。ありがとうございます。今年、はい、セミナーでね、自分のセミナーでこういうことをやってるんですけど、はいはいはい、ちょっと最近ね、あまりにもマニュアルすぎて、新先生の言ってるけど全然わかりませんって言われること多かった。あ、本当にですか。すごい勉強になりますよね。そうだ、俺もうちょっと小学生が理解できるような簡単なことから始めなきゃいけなくなってね、あ、ちょっと時々反省してるみたいな。いえいえいえ。じゃあこの握りの正体が知りたい方はぜひ、まあ、今度またちょっと今考えたんでセミナーの話は、はい、ちょっと年内ぐらいにあのスキー先生にまたお誘いして出しますので、はいはい、そうですね、その時にぜひ詳細を聞いていただければと思います。はい、あとはセミナーの方はね、もっとこの構え、組手の構えと握り方だけじゃなくて、はい、そこからこうやってね、まずステップワークですね、はい、ステップワークをどうするか、で技をどうやって出すかと、でこうやったら相手が反応できないよ、こうやったら2歩必要なところを1歩で一気に決まるよということをたくさん出します。ああ、じゃあ応用も聞いてくれてるんですね。はい、そうです。ここから応用なんです。だから私はいつもそれを組手の基礎。はい、出会えばちょっと僕も受けたいので、一緒のこう同時進行ではなくて、うん、月先生のターン、僕のターンみたいな答えがいいかもしれない、はい、休憩する時間もできると思うので、はいはい、そしたらそのセミナー情報も近々また公開できればと思います、はい、月先生本当にありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。今回はですね、コラボしていただいたんですけど、サブチャンネルの方の、空手最新情報発信隊というチャンネルの方でも月先生の方に JK ファンの読み方、見方について詳しく教わってますので、そちらのチャンネルの方もぜひご覧いただければと思います。はい、はい、お願いします。はい、では本日の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。